とめは4姉妹の長女で、自分の実家とはしょっちゅう行き来してる。とめの母親は98歳で健在。とめの甥っ子が結婚したんだけど、超高齢の大とめは結婚式に出られなかったから、自宅に嫁ちゃんを招いてお披露目したらしい。その時に4姉妹とその子供やらも集まって、うちの旦那と子供も招集されてた。その時にその嫁ちゃん、ビールを手酌でバカバカ飲んでたらしい。相当大とめ一族に顰蹙買ったみたい。後日その話を私にしてきたんだけど、嫁なのにああいう場でお酒飲むなんてと言うので、飲まなきゃやってらんなかったんじゃないんですかね。姑の実家なんて正直誰も行きたくないですよ。旦那の実家でさえ気を使うのに。私はその嫁ちゃんの気持ちわかるなと何も考えず言ってしまった。とめは黙り込んでしまい、以後私がとめの実家に誘われることは全くなくなりました。今まで誘われてても適当に理由つけて断ってたけど。